中あの見に行ってました。なるよね、そうやって。俺もだって親父に小さい時見てた日産自動車代表見よりで、ラモスさんとカズさんいて、はい、日産自動車は、カズシさんと水沼さんと、うん、そういうのなんか自然と憧れっていうかね、なっちゃう。1年目もソリさんで、で、長さんがあのコーチやってて、あ、そうだったんだ。はい。で、2年目、それすごくない、はい、その2人に1回で教えてもらえるの。本当に僕の下積みを作ってくれたお二人なんです。いや、いい、すごい、はい、その後、選手の、まあ、ちょっと飲み行こうみたいになったんですけど、それも行かずに日本に帰って、はい、帰ってきた。家に帰って、今頃言われてるよ、あいつ来年ねえわ。俺もね、代表がもう一番なの、一番だったの、うん、そのサッカーのあれで、はい、だからそれに合った全部こうしてだから無理やりイタリアにも行ったし、うん、やっぱりヒデさんいて、一番自分に合ってないところにわざと飛び込んで、うん、